はい、ドキンちゃんです。またまた電子レンジで食べ物を温めるよ。最初はこのホラーマンのパンを温めてみるよ。よし、できた。あ、しっかり温まってる。早速食べようっと。あれ？ホラーマンの白いパンがいつの間にか白い新幹線になってる。またまた不思議な電子レンジだ。この中どうなってるの？新幹線は食べられないよ。よし、ホラーマンのパンは諦めて、次はこのおむすびマンのおむすび温めて食べるよ。回ってる。よし、できたよ。くんくんくん。わあ、おむすびマンのおむすび、とってもいい匂い。あれ、さっきまでいい匂いだったのに、おむすびマンなくなって、中からまたまた新幹線出てきたよ。しかも2つもある。え、おむすび1つしか入れてないのに新幹線2つになってる。さっきの合わせて3つだ。魔法の電子レンジ、すごい。よし、おむすびマンは諦めて、次はジャムおじさんを温めるよ。ジャムおじさんも新幹線になるのかな。ドキ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 。うん、まだジャムおじさんだよ。まだ新幹線になってないよ。うん、まだまだジャムおじさんだね。くん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 。あー、いい匂い。ジャムおじさん、ジャム。なになになに？今、一瞬でジャムおじさんが新幹線に変身したよ。ジャムおじさん。私のジャムおじさんのパン。あー、なくなってる。よし、次はマヨネーズとケチャップ2ついっぺんに温めてみるよ。どうなるのかな、楽しみ。回ってる回ってる、楽しそう。くる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 、できたできた。さあ、どうなったかな。うわー、マヨネーズとケチャップ中で爆発してる。うわー、爆発したケチャップとマヨネーズが、見て見て、新幹線になったよ。しかも6つもあるよ。うわー、助けてー。今日も電子レンジから不思議なものいっぱい出てきたね。それじゃあまたね。バイバーイ。うわー、大変だー。困ったよー。困った。何が困ったって、僕、線路を見失っちゃったんだ。どこを走ればいいのかわかんなくなったよ。困ったよー。あ、線路はあっちかな。ポッポーポッポー。テク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 、ただいまー。あれ、ドアが開いてるよ。変だな、もしかして泥棒。大変。あれ、なにこれ。あ、メルちゃん、こんにちは。わあ、メルちゃんのお家の中にトーマスがいる。なんでトーマスいるの。え、ここメルちゃんのお家。うわー、間違えた。線路を見失っちゃって、どこに行けばいいのかわからなくなってごめんなさーい。あ、トーマス行っちゃった。あー、困った困った。線路はどこだ。うーん、こっちかな。ポポーポポー。
テク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 。あー眠い。僕そろそろおねんねしようっと。あれ？僕のベッドに誰か寝てるよ。誰誰？え？なになに？あ、ツルツル頭のベビーちゃん。こんにちは。うわー。僕のベッドの中にトーマスがいる。うわなんで？え、ここベビーちゃんのベッドだったんですか？ふう、僕線路を見失っちゃってどこ走ればいいかわかんなくて。わあ、ベビーちゃんのベッドの上で走らないで。ごめんなさーい。あーどうしようどうしよう。どこを走ればいいんだ？わかんないぞ。こっちかな？ポッポー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 。テク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 。よし、ハンバーガー温めて食べよっと。あれ？なになに？ドキンちゃんの電子レンジの中に顔が見えるよ。なんだろう。うわー、電子レンジの中にトーマスがいる。なんで？え、ここドキンちゃんの電子レンジの中だったんですか？僕線路を見失っちゃってどこを走ればいいのかわかんないんですよ。わかんないんですよ。うわー、電子レンジの中を走らないで。ごめんなさーい。今日はお客さん来ないのかな。ウィン、いらっしゃいませ。あ、トーマスだ。お席案内しますね。どうぞ。すみません、線路はここですか？あ、線路ですね。線路ありますよ。はい、こちらの線路なんていかがですか？今日のおすすめメニューですよ。あ、線路だ。やったー。ポッポーシュシュポッポ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 。うわー、トーマスが上の方へ行っちゃった。それじゃあみんな、またね。バイ。やっほー、いろっちだよ。今日はこの4人でお風呂に行くよ。僕おすすめのお風呂知ってるんだ。みんなついてきて。ここだよ、ここ、ここのお風呂。ふわ、なんだなんだ、今日はここのお風呂大人気だぞ。一番右のお風呂には獣王ザワールド、こっちのお風呂には獣王タイガー、ここには獣王ライオン、こっちには獣王シャーク。獣王ジャーがお風呂を占領してるよ。僕たちイロッチが入るお風呂がないね。お風呂がないなら代わってもらえばいいじゃないか。代わってくれるのかな。お風呂代わってください。へえ、もうちょっと入っていたい。ごめんなさい。うー、代わってくれない。すみません、お風呂代わってくれませんか。あと10分。うー、また断られたよ。すみません、お風呂。寝てるし、やっぱりダメじゃないか。すみません、お風呂代わってください。あ、君は僕と同じ黄色じゃないか。いいよいいよ、代わってあげるよ。え、いいの？やったー。みんな、獣王ジャーがお風呂代わってくれたよ。え、代わってくれたの？じゃあ僕もお願いしてみようかな。すみません、お風呂代わってください。あと15分だけ。代わってくれない。すみません、お風呂代わってくれませんか。うわー、すごいいびきかいて寝てるよ。やっぱり代わってくれないよ。すみません、あと5分。あら、でもあなた私と同じ青色ね。じゃあ代わってあげる。え、やった、お風呂代わってもらったよ。獣王シャークは優しいな。え、僕も代わってもらおうかな。結構待ってるんですけど、そろそろ代わってくれませんか。
あと25分。あと25分？結構長いな。すみません。代わってください。あ、君は僕と同じ黒色をしているから代わってあげよう。やったー。ジュオーザワールドにお風呂代わってもらったよ。じゃあ僕も勇気を振り絞って代わってもらおう。すみません、代わってください。あと30分。あら、でもあなた、私と同じ白色をしてる。代わってあげましょう。簡単に代わってもらえたよ。やったー。同じ色の獣王者は優しいみたい。それじゃあまたね、バイバイ。やっほー、今日はパパとドライブに出かけるよ。パパ、今日はどこへ連れてってくれるの？じゃあ行ったことない隣の隣の隣の町までドライブしよう。はい、楽しみ。どんな町なんだろう。それじゃあ行ってきます。ブッブー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 。あ、パパ、踏切があるよ。本当だな、踏切があるな。よし、踏切は車に乗せて運んじゃおう。パパ、踏切乗せていいの？いいんだよ。ブッブー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 。あ、パパ、また踏切があるよ。また踏切があったら、この踏切も車に乗せちゃおう。パパ、いいの？いいんだ、いいんだ。それじゃあ、ブッブー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 。あ、パパ、またまた踏切があるよ。じゃあ、この踏切も車に乗せちゃおう。パパ、そんなに踏切乗せてもいいの？いいんだ、大丈夫だ。じゃあ、ぷっぷー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 。あ、パパ、見て見て、珍しいよ。踏切の上に、さらに踏切があるよ。本当だな、踏切の上に踏切があるなんて、珍しいな。珍しいから、これも持って帰ろう。パパ、いいの？こんなに踏切たくさん乗せても。いいんだ、いいんだ。踏切はいくらあっても楽しいからな。ブッブー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 。あ、パパ、道路に踏切がいっぱい落ちてるよ。この上を走ったらタイヤがパンクしちゃうよ。タイヤがパンク？それはいけないな。じゃあこの踏切も全部持って帰ろう。さすがパパだね。踏切全部乗せれるくらい広い車でよかったね。そうだろう。ブッブーブッブーブッブー。あ、パパ、またまた踏切があるよ。今度は大きいね。もう車に乗せれないかもしれないよ。しましろ、踏切はあくまでしっかり待たなきゃダメだぞ。パパ、今度の踏切は待つの？当たり前じゃないか。踏切は待たなきゃダメだぞ。あ、パパ、開いたよ。お、開いたか。じゃあこの踏切も持って帰ろう。うわ、やっぱり踏切持って帰るんじゃん。すごいたくさんだよ。じゃあお家へ帰って踏切遊びしような、しまじろう。それじゃあみんな、またね。バイバーイ。ブーン。